はい、どうもこんにちは、女子プロのお家行っていいですかのお時間です。本日はですね、ちょっと大学に来ています。日体大ですね、日体大の横浜の方のキャンパスに来ています。本日ちょっとお家に今日行かせていただきたいなと思うプロはですね、美人女子プロゴルファーでおなじみ川本結衣さんです。日本体育大学2年生女子プロゴルファーの川本結衣です。川本結衣プロは2018年にプロテストに合格、その年のステップアップツアーで4勝を挙げ、ステップアップツアーの賞金女王に輝きました。さらに2019年にはアクサレディスゴルフトーナメントで念願のツアー初優勝。現役の女子大生でもある彼女は、若手トップクラスの実力とその笑顔でプロ2年目にして早くも女子ツアー注目の選手になっています。これ持ってだってもうそれ帰るやろ。いや、いいよ、持ち歩くよ。宣伝しとくわ。お願いします。え、大丈夫かな。いや、走るのは全然私は関係ないから。いや、私の授業なんですよ。ごめんなさいね、ギリギリ前ちょっとお話しちゃって。大丈夫です、大丈夫です。そうね。あ、皆さん、かわいい。神谷さん、かわいい。広報の、はい、アイドル。アイドルです。あ、そうなんですか。ゴルフ部のアイドル。男前ですよね。男前ってみんな言うから私も便乗してる最近。プロは、その例えば好みのタイプ。え、好みのタイプ。女子プロがあれならね、好みのタイプか、わかんない。尊敬できる人。ああ。ずっと言ってるよね。言ってる。一緒にいてプラスになる人。はい。自分がなんか夢を持って頑張ってる人じゃないと無理です。じゃあそういう意味でもこの学校すごくね、みんなね。うん、確かに。違う。うん。そうですね。まあ一流と二流の見分け方じゃん。でも。全部。まあ、で、でもグッチですよ。私のタイプはあの水口真由って言ったじゃないですか。私の大好きなあの女の子なんですけど、めっちゃイケメンですよ。私の大好きな彼っていうか彼女。グッチ。かっこいいでしょ。かっこいいです。かっこいいでしょ。そう、大好きなんです。あ、サッカー部の水口真由です。キーパーやってます。はい、かっこいい。チキン丼ですね。かっこいい。安くて美味しいです。かっこいい、グッチ。かっこいいです。この子めっちゃ好きです、私。じゃあな、ユイって言うんですよ。授業終わったら。めっちゃかっこいいですよ、それが。かっこいい。言い方かっこいい。かっこいいよね。言い方も。全部かっこいいよね、グッチ。自分の性格ってゴルフしてる時と普段で違います？いや、全然違うと思います。マスタブ。あ、そうですね、ゴルフやってる時は負けるの大嫌いなんで、勝ちたいとかも思いますけど、絶対負けたくないっていう思いで本当に死ぬ気でやってますし、でもゴルフやってない時はなんだろう、なんですかね、やっぱ結構こう自分で何でも面白い風に捉えて、まあ、いいとこでも悪いとこでもあると思うんですけど、何でも笑っちゃうっていうのが自分の癖っていうか特徴はいって思いますね、はい。あ、校舎どこですか？校舎、あの校舎です。あ、それですか？はい、あれの、
402なんで4階です。今何分ですか？35分ですか？35。じゃあちょっといる。あ、じゃあ。お、カラオケ行ったっしょ。行きました。いいな。行きました。後輩か。後輩です。じゃあちょっと教室の前まで一緒に行ってもいいですか？はい。ちなみに次の授業って何ですか？機能解剖学で。機能解剖学。はい、なんか体の隅々、なんていうの機能解剖。あ、かっこ再履修。再履修。まあまあね、忙しかった。そうなんですよ。再履修なんで、ちょっと今回は頑張って取ろうと思って。だから木村マとかは取れてるんですけど、だいたい私の付き添いで連行。マネージャー。ここですよ、4階。マジ遠い。ギリギリだ。足りるかな？席もう決まってるんですか？いや、決まってないんですけど。知らん。今だからいっかみたいなとか。なんで？大丈夫だよ。本当に。どうす。紹介してもらっていいですか？あ、ゴルフ部の男子の同期の一人です。樋口匠海です。あ、どうも。こんにちは。シャイが多いな。シャイが多いですね。こう見えて、こう見えて。今からは？今からは、はい、午後の部活に行きます、うん。ちょっと足取りが重いですね、木村は。どうしたんですか？私寝不足で、はい、昨日ゆうゆうの川本が寝させてくれないから。私ダメですよ最近。9時間とか10時間とか寝てたから、はい、いきなり6時間睡眠がちょっときついです。トレーニングでしょ。頑張って頑張るよ。頑張ろう。いや、1時目では大丈夫。行くまでが辛いだけ。そうだね、そうだね。はい。好きな言葉。できました。人生は一度きり。そうですね、やっぱりこう何するにも一生懸命やろうって思ったことにはこう多少のこう犠牲だったりとか、まあゴルフでこう頑張ろうって思ったら練習があるから友達との誘いにこう乗れなかったりとか、そういう犠牲はあるんですけど、やっぱり人生一回きりって考えた時に自分が何か成し遂げたいことをする時に人生一回きりで私のやりたいことは何だろうっていうふうに戻ってこう考えた時に、私はやっぱりゴルフがしたい、ゴルフでこう一生懸命頑張りたいって生活したいって思った時にこう一番最初に考えてくる出てくる言葉です。まあ、ちゃんね、頑張ろうっと。私はちゃんと遊びに行ったから頑張ってる。
じゃあ、これ授業はどうでした？機能解剖学ですか？はい、隣に一緒に授業を受けて、はい、再履修だった池愛理ちゃんっているんですけど、はい、愛理と授業を受けてたら、はい、いつの間にか授業が終わってました。受けてんだ。喋ってんだ。から、不思議だね。なんかね、なんか愛理もいろいろなんか取材とか受けてて、その話とかしてると、はい、いつの間にか授業終わってました。あ、でも楽しかったです。何が出てきた今日？今日は心臓出てきた。と呼吸器官が出てきました。右心室と左心室とか。そうそうそう、はいはい、とどうやって呼吸されてみたいな。すごい難しい授業だった。はい。一回受けてんのにね。服買う時も人生一回きりだしな、今だからいっかみたいなとかたまにはいい言い訳に使えるんですけど、でも逆に、まあ、人生一回きりで大学今しか行けないから、今行ってしっかり4年間学んで絶対卒業するっていうのもあるし、同じ時間は二度と戻ってこないって思ってるので、その高校生とか中学生の時にした、まあ、時間をちょっと無駄にしちゃった後悔とかもあるので、まあ、今その分取り返すために一生懸命やってるっていうのはあるんですけど。練習終わった後はトレーニングが今日あります。あ、そうなんですね。じゃあトレーニングの後にお家に帰られるってこと？そうですね、8時半ぐらい。そうなんですね。ちょっともっとお話聞きたいんで、はい、お家に行ってもいいですか？ダメです。ダメですか？練習があるのでお家はダメなんです。じゃあまたご一緒改めて。そうですね。行っていいですか？はい、わかりました。じゃあ本日はどうもありがとうございました。練習頑張ってください。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございました。バイバイ。自分がこうおじいちゃんおばあちゃんになった時に、私ゴルフしててよかったなって思えるような人生にしたいと思っているので、まずは一生懸命こうもう他のことに脇目振らずにゴルフだけに魂注いで頑張りたいなって思ってます。